横地ディスソフトのごちゃんはタイポンです。はい、ということで今回はディビジョンライバルズ報酬今週のね引いていきたいと思います。ちょっと季節の変わり目体調崩しがちなんですが、髪引きすれば体調もきっと良くなるだろうと。俺結構さ、ディビライ報酬のこの84プラスレアゴールド4名、このピックで意外といい引きしてる。リリガーとか確か引いてるよね。結構期待値高め。それじゃあ一つ目いきましょう。オープンお願いします。 TR でもよろしい。いやまあ歩いたな、歩いた歩いた、ちゃんと歩いた。ジャカそうだ、あとこれトレードかね、そこまた忘れてた。トレフカだと思っちゃってた、いつも忘れちゃう。それじゃあラスト行きましょう。開け開け、オープンオープンオープン、さあ来い、やばいの来い、やばいの来い。ベルナウド・シウバ、まあでも歩いたからあり。しかもベルナウド・シウバ1万コイン以上はしてるよね確か。まずね TOTW 選手パック、これ歩いた試しないです。しかも今週の TOTW はそこまで熱くなかったよね。注目選手はケイン、ペドリー、イカルディ、ディアビーぐらいか。まあそこら辺来たら激アツですけど、歩いた試しないので期待しません。さあ歩け、引かれ、いや引かんねえだよね。マジでこれさ、どうなってんの確率。マルセイユ、ホイビアか。あでもなんかホイビアの能力強そうだけど、まだ弱いか。こっからどんどん特殊とか出てったらちょっと強そうな予感はしてる。あでもプレイスタイル全然持ってないんだね。じゃあ次メガパックいきましょう。まあもう狙いは金の高額オアトータルラッシュ高額トレカだから来てほしいよな。100万超え、もう夢は100万超えだから、夢見させて。もう TR ではない、あるかない。厳しい戦いです。ドイツ ST、ハバーツだったか。CL 期間に来てよ。熱い、フランスのアウェイ。代表ユニって結構なんか特別感あるよな。75プラスレアゴールド15名パック、トレカなので、渋いのだけやめて、本当にお願いします。歩いてください、とりあえず。よし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 、でもゴールキーパーだな、ガタイが。もうやだ、ゴールキーパー、落下ばっかばっか。ゴールキーパーばっかばっか、エデルソンだ今作3回目エデルソン。どんだけ当たんのこの人、めちゃくちゃ当たるんだけど。くっそー、まあトレカだけどさ。でもなんか当たってはないんだけど、全然トレカで高額選手。でもなんかね、徐々にやっぱねコインが増えていってんだよね。じゃあ75プラスリアゴールド35名パック、とりあえず被らないでいいやつ、いやもういいやつ、ええやつ来てください。トレフカなんでね。で行きましょう、ラストお願いします。今週のディビジョンライバルズはこれにかかってます。歩け、よしよし、歩いた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 、とりあえず歩いた。 LM スペインブンデス言わないでおきますもう歩いたけど、出た出た、ハッピーグリマルド、ハッピーダンスだこれ。ワンチャン裏も、おー TOTW、 まあ高レートがたくさん来てればいいかなと思ったけど、そんなに来てないと。なるほど。はい、ということで、ね、今週のディビジョンライバルズ報酬、爆死なのか、いや通常かこれが、まあこれが普通ぐらいなのか。なんかウォークアウトしてもまあ安い選手だよねみたいな感じだよね、いつも。いずれ神引きできるんでしょうか。ってことなんで、また来週引きたいと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございます。配信の方もやってますので、ぜひ配信もお越しください。また動画出します。バイ。